楽しんじゃおう。強いやつと戦いたいぜ。いってらっしゃい。の力はこんなもんか。お父さん、お母さんと一緒に暮らせるんだ。チョコ、どうしてここにいる？ついてこい。
どうして私たちがお前の前から消えたのか、その理由を話そう。暗殺って、なんでそんなおじいさんを。その老人は忍びの世界に革命を起こそうとしていたんだ。やめてくれ、お願いいたします。おじいちゃんも殺さないで。おじいちゃんがいなくなったらここにいるみんなは生きていけん。少女を見てお前の顔が思い浮かんだ。私の中の真実とは、子供が悲しむような真似はしてはならないということだ。そう思ったらもう暗殺はできなかった。黙って消えてしまってお前には悪かったと思っている。しかし忍びの掟からお前を守るにはそうするしかなかったのだ。あたいからも話があるんだ。うん、いや、なんでもない。どうした、チョコ。何の用だ。答えるまでもなかろう。待ってくれ。
話せ、話せってんだ。お父さん、お母さん。暴れるな。お前は明日学園祭を控えた身のはず。そうだよ、あたいが頑張らなきゃ半蔵学院は燃えちまうんだぞ。いいのか、あたいがその気にならなくて。取引だ。あたいは必ず学園祭で勝つ。その代わりにあたいの両親を許してくれ。学園祭を最後まで勝ち抜けば本部と交渉する余地も生まれるだろう。本当か？ただし学園祭に敗れた場合はお前の両親は抜け人の掟に従って処刑だ。ただし学園祭に敗れた場合はお前の両親は抜け人の掟に従って処刑だ。大丈夫、心配ないよ。お父さんもお母さんもあたいが助けるから。学園祭に勝って。誰が相手でもあたいは勝つ。カツラギ、舞い忍びます。任務開始。よっと、おらよ。コンボ表ってやつだ。休憩終わり。これでどうだ。おらよ。よっと、これでどうだ。おらよ。よっと、よっ。Yeah!
悪い。どこに行ってたんだ。心配したよ。葛城さん大丈夫ですか。何が。顔色が悪いような。気のせい気のせい。それよりほら、そろそろ学園祭とやらの時間だろ。行かないとな。みんなしっかりね。どんな相手かわからないけど、私たちならできる。蛇女との戦いだってちゃんと乗り切ったんだから。じゃあそれぞれ指定された場所へ。また元気な顔でここで会おう。え、うん。あ、負けられねえよ絶対に。とにかくあたいは勝つしかないんだ。お父さんとお母さんのためにも。いい勝負ができたなんて甘いことは言ってられない。今回ばかりは勝たなきゃ意味がないんだ。お待たせしました。あんたがあたいの相手かい。そうです。わしの名前は夜桜。ずいぶんとおとなしそうな子じゃないか。へえ、でもそれはあくまで見た目のこと。戦ってみればわかります。わしがおとなしいかどうかは。そいつはいいや。それぐらいのやつでなきゃあたいの蹴りに耐えられないだろうからな。蹴り？お前は足を使って戦うのですか。なんともハレンチなこと。女性なら美しく優雅に拳のみで戦いたいものです。あんたの武器は拳か。いいぜ、あたいの足とあんたの拳、どっちが強いか勝負だ。
ダメージだ。どうしたのですか？わしにとどめを刺さないのですか？とどめ？忍びの勝利とは命を奪うこと。わしが生きている以上、まだ勝負はついていません。命を奪うなんて、あたいには。あなたは勝利を手にしたくないのですか？そんなことはない。あたいは絶対に勝たなくちゃいけないんだ。だったらわしを殺しなさい。情けは無用じゃ。できないよ。なるほど、そういうことですか。どうもおかしいと思ったのです。あなたの攻撃にはあまりに殺意がない。決闘というよりまるでスポーツです。そこでわざとやられたふりをしてあなたの真意を探ろうと思ったのですが、あなたの心完全に見切りました。ほんどれ、ええ加減にせえよ。覚悟のない忍びなど忍びではありません。この勝負わしの勝ちでよろしいですね？ふざけるな。あたいは負けてない。今のままでは何度やっても同じこと。もうやめじゃ。次に戦う時までにはちゃんと覚悟を決めておいてください。相手をぶち殺す覚悟の。ではその時まで。じゃあの。畜生、あたいは、あたいは。まこんなもんだろ。また強くなっちまったな。お、新しい技思いついたっと。